はい、でも、結局です。今日ですね、ウィニングポスト9、2022、続きやっていきましょう。2004年5月1週から難易度スペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止の縛りプレイ出てます。さあ、今週、アンガール最速やね。期待の星、アンガール最速。ちょっとメンバー確認しましょう。スイフトカレントが、ハイアーゲームいますね。で、鈴鹿マンボね。投手は入れとこうか。とりあえず投手入れて、はい、まあこれで OK かな。あとはキングフェイバー、まあフェイバーは大丈夫でしょう。はい、じゃあいきます。フェイバー OK、 勝ちました、確実に。さあ、でアンガール最速やね。ハイヤーゲーム、まあ抑えることできるか。ギブタウンセラー先頭、前に迫るアンガール最速。ここで先頭変わりました。先頭はアンガール最速、内からスイフトカレント。アンガール最速先頭、残り 200m、 アンガール最速さらに足を伸ばす。2番手、よし、いいね。アンガール最速差を広げる。先頭はじゃあ京都新聞杯行く必要ないので、まあ海外ですかね。ただアンガール最速が万世で、まあこの時期はね、焦る必要ないんですよね。そのガンガン使う必要ないんですよ。まあダービーはいかないです。ダービーは金亀で決まりです。ハーツクライと戦いたいけど、ちょっと海外行きたいですね。フランスダービー、フランスダービー行かないですね。どうするかやね。アザムール、むちゃくちゃ強いですからね。三冠、いや万世で三冠狙う必要ないね。そんなかっつめて使いたくないんですよね。まあとりあえず初戦はね、練習なので、ノースライトか、ノースライトとかはちょっと避けたいね。まあどっち行ってもシーザーいるんですけどね。まあこの辺使ってイギリスダービー行くっていう手もありますけどね。シロッコは結構強いですね。でバゴ、凱旋門取ってるバゴ、いやまずはその辺は避けて、まあ確実に行きたいよね。やっぱ無茶するのやめます。三冠とかはやめよう、今は必要ないから。ドイツダービーやめとくかな。まあとりあえずこんな感じの、まあゆったりローテでいきましょう。まあゆったりでもないね。まあレベル高いところは避けて、これでいきましょう。まあここはまあちょっとね、高いんですけどね、パリ大賞典。まあ年代によりますね。いや、ちょっとやめとこうか。いや、でも使っとこうか、やっぱり。はい。こういきましょう。
凱旋も今年は行く必要ないね。まあでもこうでもいいね。パリ大賞典やめて、ここやめてね、ニエル行って、そうするか。はい、これ行きましょう。焦る必要ないので6周にしよう。ちょっと迷ったんですがこれでいきます。やっぱりさ、あのでかいとこ狙いたいなみたいなやっぱ思うんすよね。ちょっとここはグッと我慢して、3周まで進めよう。ドレススーパー最速アクスキングコンコルドゴールド、まあ、特性ついてないスピード S プラスはさ、ただの S プラスですからね。いやそんなに強くないですよ。だからしっかり準備してからでかいところ狙っていきましょう。ここはクリスタルクレアがトリプルクラウンリーチなので、しっかり心肺機能強化入れて狙いに行きましょう。で5月4周、まあ確認する必要ないね。あでもアンガル最速ちょっと見たいか。まあ初戦は厳しいです。あそうでした、イーブンゴールドと機種かぶってるんですよ。イーブンゴールドをずらさないといけなかったですね、機種変えたり。劇場のほうき星、劇場のほうき星。聖剣の切れ味もいいけどね、デュランダル。全ノロブロイがかっこよかったよね。勝利を奪う義賊が如くみたいな。イーブンゴールド、さあアンガール最速、まあ厳しいよね。ブルーかなり最高峰とか言ってみる。日曜王者の争いだ。アウトオブプライ先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。ブルーかなり手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過してブルーかなり追い上げてきた。ブルーかなり粘り込みを図ります。一気にアンガール最速、え、マジ？あ、ブルーかなり抑えた。ブルーかなりはね、フランスダービーやったかな、なんか取ってましたよね。はい、カラリン OK、勝ちました。まあいい走りでしたね、アンガール最速。普通に戦えるね。生涯一度の大舞台、最強の大王。はい、その通り。金亀に決まりです。一つ余ってる。キング最速。なんか使っとこうか。いやーどうすかな、まあ、使ってもいいけどこの辺入れてもいいよね。最速、まあ、こいつは同じくらい期待できます。アンガール最速と完璧やね。
ちょっと進めましょう、これ。あ、でもクリスタルクレアみたい。さあ、クリスタルクレア。まくってみる。で、まくりね、良かった時ないんすよ。最高峰は結構決まるんすけどね。まあ、差しのままでいいっすね。やはり最後はこの2強だ。クリスタルクレア。お、クリスタルクレア来てる。来てるが、外も来てる。粘れるか。よし、いいね。トリプルクラウン。オッケー、トリプルクラウン取ったか。これは嬉しい。これは金亀で決まりと。全然やったね。よし、コンコルド買って、はい、この辺ですね。 OK。 アウェイライザー、アンガルスーパー、スーパークロー、ここは超大物で、アウェイライザーも超大物でしたかね。キングデプスで、キングシガー、ゴールド、安田記念。いや、安田記念いいか。ゴールド厳しいです。はい、トリプルクラウン嬉しいっすね。ロックオブジブラルタルやね。はい、これは変えずにいきます。あとクレアンガール、イーブンリファール、イーブンリファール、はい、シルバーチャーム、シルバーチャーム、キングイーブン、はい、キングイーブン、で、この辺が決まった。ダート、芝は良くないね。はい、ダート、まあ、8月2週とか行きましょうか。で、機種かぶんないようにして、アンガールスーパー、これでもすぐ海外持っていきたいですね。8月頭とかにしよう。で、機種はね、まあ、これも海外持っていきたいので、かぶんないようにして、スーパークロー、これも海外やね。芝。まあ、8月に一瞬にしようか。まあ、この辺はちょっとかぶっちゃうんですが、まあいいか。はい、とりあえず OK かな、これで。どちらでも、まあ適当に出して、次はキングカラーか。まあ2歳楽しみですね、この辺とかね。まあ、一番楽しみはこいつですけどね。最速。じゃあ、ちょっとこの辺デビューあるんですが、6月4週まで進めちゃいます。
フェイバーカラー、そしてコンコルドキング、どちらでもボイス。グランプリ第1弾、勝利を奪う義足が如く。勝利を奪う義足が如く。よし、ちょっと2歳チェックしよう。まずキングボイスだね。じゃあ、まあ、ダートで3戦からいきましょう。まあ、いつも通りですね。3戦使って様子見る。まあ、こいつがどれくらいなのか。死が OK。よし、あとはいいっすかね。6月4週有効深める。でフェイバー投資使いたいね。もう一個使っときましょう。はい、オッケーと、キングフェイバー1番人気。最高峰いってみる。アドマイヤドン先頭、リードは2馬身から3馬身。ジューリンガー必死に届く。これ大丈夫。これ縮まるか。残り200m。 来てる来てる。意地を見せる。一気にキングフェイバー、アドマイヤドン粘る。キングフェイバー、キングフェイバー、いやちょっと危なかったな。アドマイヤドン三着にのぼつる。いらんこと強かったな。これ強かった。勝ったのはキングフェイバー。まあアドマイヤドン強いですからね。さあキングカラー、まあこれネクストで、まあ、すぐ海外持っていきましょう。ネクスト。どちらでも厳しい。よし、 OK、 完璧。いろいろ決まりましたね。スプリントか。テイクオーバーターゲットどうなん。さすが万世、乗ってきてますね。テイクオーバーターゲット強いですからね。なんかいろいろ絆上がってましたね。カラーパワーシープラか。まあとりあえず海外ですね。でも何でもいい、海外持ってこ。特にダートはね。てか最初芝走っとんじゃん。マジか、よく頑張ったね。能力で押し切ったが。ちょっと同じとこ使う。これよし、これでいいっすね。ちょっとぶつけよ。でどれくらいか見ましょう。イーブンあるか。早め9月4週まあそれでいいか。クラシック、はい、イーブンあるか OK。
で、アウェー最速。これはね、ちょっと海外行きたいね。ちょっと早めましょう。8月5週くらいがいいね。1200、1600行こうか。そうやね。和田ジョッキーにちょっと任せて、まあ、ぼちぼち使っていきたいので。あとは、ゴールド再び。で、これがどちらでも。これは国内使うので、まあこのままでいいっすね。で、機種かぶんないようにして、で、OK です。よし、2歳は大丈夫かな、これで。ドレススーパー。まあ、晩成じゃない、遅めか、ドレススーパー。遅めっつっても厳しいな、これ。はい、引退で。ダートクラシック。よし。で、次、パートナーね。イーブンあるか。疲労、海外遠征。まあ、投手とかもいいけどね。最速アクス。アウェーライザー。スーパーアクス。スーパーアクスにしよう。最速アクス。投手大事。よし、進めましょう。7月2週。はい、最速アクス。そして、キング最速。キング最速。まあ、ここしっかり勝って、すぐ海外持っていきましょう。まあこれは勝ちです。キング最速、先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか、ファイトハッピー、必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。2番手はファイトハッピー、キング最速。よし、OK。余裕っすね。2着はファイトハッピー。こうじゃないと。3着にオスミアラリア。これは桁外れの強さだ、キング最速。はい、OK と。コンコルド、そしてキング。最速はすぐ。まあ、海外ですね。最速。アンガールじゃない。海外参戦っすね。まあとりあえずこうかな。
はい、これでいきましょう。8月1週まで進めて大丈夫やね。進めます。アンガール最速、そしてアンガールスーパー、アンガールスーパー奇襲、はい、 OK で、セールっすね。いつも通り印微妙なやつは売ります。はい、まあこうかな。で、今年のシーツはこんな感じ。まあやっぱジャガーメイルとかさ、浅草キングス、まあ菊花賞、天皇賞取ってるここいいよね。 NHK マイルカップ取ってるピンクカメオ、まあ有名な馬が揃ってますね。エクスキューズとかオスミライトとかね。よし、 OK か。まあとりあえずこのローテでいって、まあどうするかなんですよね。凱旋門一応行っとく。まあ行く必要ないけどね。まあ他そんな使いたいレースないので、ここ一周出して、まあこの後がっつり休み出そう。はい、それでいきましょう。アンガール最速、イエツいますね。最高峰でいこうよ。前はアトールフランス、アトールフランス後続を引き離す。残りあと 400m、 2大直線、ここからどうか。アトールフランス先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。いや、この最高峰気持ちいいよねこれ。さあ先頭は今度はイエツ。いや強えな。さらに突き放します。アンガール最速1着、アンガール最速完勝。2着はイエツ、3着にデーブディマン。アンガール最速見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。よし、まずはコツコツやろう。 OK、 さあアンガールスーパー、シルクアザレア先頭、内からアンガールスーパー先頭、残りあと 400m。 またアンガール系やね。アンガールスーパー先頭、リードは1馬身から2馬身、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。2頭の激しい叩き合い、ファイナルダッパー。お、最後グッと上がったね。アンガールスーパー1着、2着はファイナルダッパー、3着にシルクアザレア。アンガールスーパー見事一番人気に応えました。ただスピードある感じじゃなかったっすね。まあ、調子上がってなかったっていうのもあるんですけどね。最速アクス全然稼いでね、これよくないね。スピード A、 勝負根性 S で万世、まあ焦る必要ないけどね。万世はまあじっくり行こうよ。じっくり、アンガールスーパー1800、3200、いいじゃん、面白いね。まあこいつは海外向きなので海外行きます。
1600、まあ1800かな。よし、2000でいきましょう。はい、じゃあ進めます。キングフェイバー、いやでもここレベル高いね。ゴーストザッパーもいますし、全然やん。スーパークロー、よし勝ったか。アウェイライザー勝ちました。スーパークローとアウェイライザー、アンガール最速、そしてゴールドキングどちらでも。ダート、そうやね、まあそのままいきますかね。参戦最速にぶつける、いやぶつけたくないよね。いや、やっぱこうしよう、ちょっとずらそう。まあ距離適正マイルなんですが、まあ1700いきましょう。あとはスーパークローやね、これも海外の方がいいっす。1700、2200、1700か。まあこんな感じでいこうかな。アンガール最速、よし、まあこれでいいっすね。ここも一丁、うわ強えな。最高峰でいきますかって言おうと思ったんですが、シロッコとバゴか、強えな。さすがに厳しいよね。バゴが勝ったか。まあでも良かったね、いい走りでした。まあ凱旋門出てくると思うので、まあ凱旋門でリベンジやね。はい、でゴールドキング、はい、ということで、まあ、結構いい時間来てるので、今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。